2010年ダッチ TT マッティアパシーには、イタリアリミニ出身のオートバイレーサー、ロードレース世界選手権、元2クラスに参戦中、9歳でレースを始める。イタリア国内選手権、ヨーロッパ選手権で良好な成績を収め、2004年に、ロードレース世界選手権 125cc クラスに、ルーチョチェッキネロを率いるチーム LCR から、 ロベルトロカテリのチームメイトとして参戦を開始した。デビューシーズンはランキング15位に入り、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した。第14戦マレーシア GP で予選3番手、決勝7位に入ったのがベストリザルトだった。翌2005年シーズンはイタリアのサッカー選手、フランチェスコ・トッティがスポンサーになったトッチトップスポーツチームに移籍した。多くのレースで、 戦闘集団に入る活躍を見せ、第3戦中国 GP では GP 初優勝を果たす。第6戦、カタルニア GP で2勝目を挙げ、この年のシリーズランキングは4位となった。2006年には、ホルヘマルチネス率いるアスパーチームから参戦し、前年と同じくシーズン2勝を挙げ、シリーズ4位に入った。2007年は、ポラリスワールドチームからの参戦となった。 アプリリアの新型マシン、RSA125 を借ることになったが、このマシンは早いものの信頼性に大きな問題を抱え、トップを独走しながらもマシントラブルで、リタイア、というレース展開を何度も繰り返すことになった。第7戦、カタルニア GP、エンジンストールが原因で転倒し、シーズン5回目となるリタイアを起死したとき、激怒したパシーにはマシンを何度も踏みつけた。 この行動がチームクルーを奮起させたかどうかは定かではないが、マシンは信頼性を得て、第8戦イギリス GP、第9戦ダッチ TT とパシーには連勝。その後も好調を維持してシーズン4勝を挙げたが、序盤戦で失ったポイントは大きく、シリーズランキングは5位に終わった。2008年は 250cc クラスにステップアップし、 開幕戦カタール GP ではいきなり優勝という快挙を果たした。序盤5戦で4回表彰台に立つ活躍を見せたが、その後は好調を維持できず、点灯リタイヤが多く乾燥しても5位以下でのフィニッシュしかできなかった。シリーズランキングは8位に終わったが、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得することができた。2009年はチームトスに移籍し、イムレトスのチームメイトを務めることになった。 ウェットレースとなった第5戦イタリア GP では、チャンピオンのマルコ・シモンチェリとのバトルを制し、約1年ぶりとなる優勝を果たした。8月には、モート GP クラスのミカ・カリオの代役候補として、プラマックレーシングのドゥカティデスモセリチのテスト走行を行ったが、結局パシーには 250cc クラスのタイトル獲得の可能性を優先し、代役参戦は実現しなかった。 第14戦ポルトガル GP を前にチームトスはアブリリアにマシン代金を支払えない状況になり走行を差し止められてしまった。だがパシーにはトーマスルティが所属するエミーカフェラテチームのボスダニエルエップの援助を得て新しいチームグローバルゲストから残りシーズンに参戦できることになった。しかしこのシーズンを通してパシーには走りに安定性を書き、 5度表彰台に立った一方、8度ものリタイアを喫してしまった。シリーズランキングは5位に終わった。2010年、パシーニは1年ぶりにロードレース世界選手権に復帰したジアーチームから 250cc クラス後継の元2クラスに参戦を開始したが、第6戦終了後にチームから契約を解除されてしまった。その後はレギュラーシートを見つけることができず、 第12戦3割の GP には、イタルトランス STR チームから、第13戦アラゴン GP には、キーファーレーシングからとスポット参戦を行ったが、かんばしい成績を残すことはできなかった。2011年シーズンは、元アプリリアのレース部門責任者である、ジャンピエロ・サッキが立ち上げた新チーム、イオダ・レーシングから元にクラスに、レギュラー参戦復帰できることとなった。 ありがとうございます。